うん、問題ない。おはようございます。キーです。ニャーです。まだか急に次にかかってていろいろ出てきます。ガタガタ音がすると聞こえにくいんじゃないかな。ちょっと失礼。今日はなぜか次に聞こえるの。でもなぜか次にかかっ今日はなぜか次にかかっていた2つの LL を出てきます。僕のなんか見ていきます。わあ、ラメラメだね。一ペットシール。見えない。なんだろう。これが逆さまか。サプライズシール。何？なんて書いてあるんだ。スタークル。スパークルパワー。スパークルパワー、なるほど、そう読むのか。はあ、失敗。結構悪いのと難しいと、しかも片足詰めないからもう剥がせない。目線でお願いします。なんかね、くっついてるの。くっついてるの。うん、もう見ると思ったら見えないペリペリがあった。見えないペリペリ、見えないペリペリ、見えないペリペリ、ペリペリ、どこ。ペリペリペリ、まだあるのね。オッケー、剥がして、ここ本当だ。
なんかめっちゃ剥がす。これの場合はさなんていうんだっけ、グラムグリッターだっけ、うん、グラムグリッターの場合は後ろにも仕掛けがあったけど、仕掛けはないの。ないの。これそもそも横にも仕掛けがないの。どういうことだい。OOTD Outfit of the Day に出てきた子。パパー。あれ？気づいたら紐ついてない。紐なんかどっかについてたよ。あ、ここについてた。引っこ抜いちゃったんじゃない。ポチッと。ほい。これは多分開封してるからでもドール台を中に立たせて、うん、何に飾れるってやつだから、この後つけよう。うわ、紙に入ってる。プレゼントみたい。うん。夢の中でさ、ニャンがさ、ラインナップ見る夢を見たんだよね。ラインナップ、ラインナップ、これは、なんていうの。あー、めっちゃいっぱい入ってる。お腹が入ってる。めっちゃいっぱい入ってる。うわ、めっちゃいっぱい入ってる。なんなんだろう。何枚ある。1、2、3、4、5、6、7。ドールはどれ。この子だ。頭がプニプニしてる。こんにちは、私やっとこのお家に来れたの。ガハーガヒーガハーガヒー。何これ。何あー、わかった。このファラオベイベーって子だね。ベイビーかな。見えない、きっと見えない。わーわーわー、ピント合ってない。そうだね、すごいラブラブな。もうちょっと拡大しよっか。あー、すると手元だけ写そっか。これどう。こんな感じ、うん、こんな感じ、こんな感じ。なんかどっかで見たことあるようなボトルだな。ボトルに線がついてる。おひん、おひん、おひん、おひん。この子なんだっけ。グラムグリッターって出てきた子です。やっぱしキラキラしてんのかな。スパークルシリーズだし。ファラオだって、ファラオだって。うわ、どうも奇跡に増えく。ファラオベイブ。ちょっと待って、これさ、こうおもらししちゃう、泣いちゃう、あとは口から吹き出すとか、カラーチェンジするとかいろいろあるのに、この子だけ
もうマークのところに色がついてる。ほら。はいはい、これ頭につけるの。何これ？偽物？何これ？ちっちゃい。大きいね。この子と比較しても大きいもん。何するんだ。ここかな。わあ、かわいい。カチューシャみたいな。にしては大きすぎる。首か。ああ、手のひら。なんかにしてもいいって感じなんだけど。なんかどうも頭にかけるっぽいんだけど。うん。あ、柔軟体操でもしてたのかな。かわいいじゃん。柔軟体操でもしてたのかな。お服着てる？着てない。そして今には生首取れそうだった。めっちゃラメラメ。本当だね。そしてよく見たら後ろ髪がチコちゃんに似てる。チコちゃん。チコです。こんにちは。チコです。チコちゃん。チコちゃんって名前にしようかな。なんかちょっと似てるから。お服着せてって。これどうなるの？ラメラメの靴。ラメラメの服。うわー、ラメラメ。ラメラメの頭。上着せた？うん。これじゃ暗いね。もう一本のは取り直そうね。ん？どっからいいの？これじゃないか。よいしょ。うん。ここ出てほしい。うん。ダメだろ。よいしょっと。これでいいのかな。その子だったらちょうどいいのか。落ちちゃう。できたかな。うん。でね、この辺の立てたなんかここについてる。ちょっと待ってて。ヒールがなんかここについてるんだよ。
ここに立たせる。あおベイブちゃん。ベイブちゃん。ベイブ？ベイビーってなんか言ってなかった。ベイブって書いてあった。ベイ。靴が歪んでるんだよ。よし、OK、自分につけてみる？いや、つけれんよ。何の味？いや、つくんじゃないわ。痛いし。こんな感じか。うん。ほよーん。で、もう貸して。貸して。見えないでしょ？わ、顔に。ヘビ。かわいいね。うん、キラキラ。キラをするの？待ちまーす。どうして蹴っちゃったの？これ。なくっちゃう。で、閉める。で、紐をつける。入らない。硬いみたいだね。硬い、入んない。これはパパの力が必要だ。いい？向こうのプラスチックゴミの方に捨ててきて。何を？それ全部？うん、入らない。困った。ここでおしまい。